本当に？た、高田ちゃん！伏黒くんの傷口、覚えてる？覚えているとも！今まさに俺に打ち込まれようとしている呪いの種子、だからこうして。でもさ、伏黒くんの種子はちょっと成長してたよね。血液を吸って成長したのかな。ありえなくはないね。でも相手は呪霊だよ。一番可能性が高いのは。呪霊。